デイビット・ウースター、デイビッド・ウースター、A、デビッド・ウースター、1710年3月2日から1777年5月2日は、アメリカ独立戦争中の大陸軍の将軍である。ウースターは独立戦争中に戦死したが、英雄としての評価はあまりなされていない。デイビット・ウースターは、1710年3月2日に、コネチカット植民地のストラットフォードで生まれた。 父親のエイブラハム・ウースターは、ストラットフォードの富有な植民地領主であった。ウースターの子供の頃のことについて、詳しくは知られていない。歴史家、ベンダグラスの1875年の著作、ウェイン軍の歴史の中では、ウースターを人を引きつけるような外観であり、私的な文化と宣伝された教養の面で稀な人だったとしている。オハイオデイリーレコードの記者、ポール・ロヒーは、 デイビッド・ウースターは独立戦争の中で忘れられた英雄デルと言っている。デイビッド・ウースターは1738年にイエール大学を卒業した。ウースターは1745年3月6日にニューヘイブンでイエール大学の学長トマス・クラップの長女メアリーと結婚し、1739年、ウースターはイギリスとスペインの戦争で沿岸警備隊の注意となった。 1745年には、アーロン・バー・タイサが結成したコネチカット連隊の指揮官となった。この連隊は、ルイブール要塞の攻略に向かった。ルイブールは、ケープ・ブレトンの島の東海岸にある港町であり、イギリス領を北、アメリカでは孤立した植民地であった。ウースターは、ルイブール要塞の守備兵を減らし、降伏に追い込んだ。その占領後にウースターは、 捕虜交換協定を結ぶよう指示された。協議のための一行は、フランスの支配地に赴き、戦時捕虜の交換交渉を行った。ウースターは、フランス支配地の土を踏むことを許されなかったので、中立地域の戦場で交渉が行われた。協議の終了後、ウースターはイギリスに行き、貴族や王室の社会に受け入れられた。ウースターはすぐに、イギリス王女王子二世のお気に入りとなり、 生涯給与の半分と共に、ウィリアム・ペパレル卿の連帯における指揮図を与えられた。ウースターは、1755年には、第三コネチカット連隊で大佐に指名された。後に順庄に昇進し、フレンチ・インディアン戦争に従軍した。ウースターは1775年5月10日の、タイコンデロンがリデ占領作戦の立案者であった。は、 ニューヨーク植民地のシャンプレーン湖のアゼにあった。この鳥で占領の軍港はイーサン・アレニやベネディクト・アーノルドに返されることが多い。占領の際には一人の命も失われることはなかった。鳥で占領に続いてウースターはリチャード・モント・ゴメリー将軍と共に大陸軍を指揮してカナダに向かった。モント・ゴメリー将軍が戦死するとカナダ方面軍の指揮官となった。 1776年、ウースターはコネチカット民兵の少将に指名された。ウースターはダンベリーの町近くにあった倉庫に保管されている軍需物資の管理監督を任された。イギリス軍のウィリアム・トライアン将軍がその物資を奪おうとしてダンベリー攻撃の作戦を立てた。1777年4月27日、ウースターはリジフィールドの町近くで トライアン将軍の前進を幅申した。ウースターの部隊は700名の新兵ばかりだったので、イギリス軍にこうせず撤退を余儀なくされた、リジフィールドの戦い。ウースターはトライアン軍の攻勢で致命傷を負い、ダンベリーのディブルハウスに担ぎ込まれ、5日後の5月2日に息を引き取った。ウースターの最後の言葉は次のようなものだった。私は死に行く。 しかし私の国が独立できるだろうという強い期待と信念を持って。1777年6月17日、大陸会には、ウースターの功績を称えるために適当な記念碑を建てることを決議したが、その決議を実行する手段が見つからなかった。ウースターの墓は1854年になって、やっと識別され、コネチカット衆議会が記念碑として祖先を据えた。 国道16号線、ノースセーラム道路がタコラトレールと交わるところから数ヤード離れたところが、ウースター将軍が1777年のリジフィールドの戦いで倒れた場所とされた。今日、30フィートの高さの記念碑が、ウースターの最後に眠る場所とされている。ウースターはマウントモリアのウースター墓地に埋葬され、日付は19世紀半ばのものとなっている。 ウースターの記念碑の周りには石と鉄の柵がある。記念碑には様々な軍事的なまたフリーメイソンのシンボルが彫刻され古代イギリシャの文様もある。記念碑に掘られた悲鳴は次のようになっている。1820年代にニューヘイブン氏は小さな牧草地を公園に変えてウースター広場と名付けた。今日、その広場の一帯は数本の通りを含めて ウースターの名前を冠している。その地域は19世紀遅くから20世紀初めにかけて規模の大きなイタリア人移民社会となり、今日でもかなり多くのイタリア系アメリカ人が住んでいる。ダンベリーの私立学校とストラットフォードの公立学校がウースタースクールと名付けられた。また、ニューヨーク市マンハッタン区のウースターストリートや、オハイオ州北東部の小都市ウースターも、 彼にちなんで名付けられたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。